これから7回カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。松山マウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。打順は5番デイビー。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。インサイド落ちました。福永抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の坂倉。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。引っ張った、手を伸ばして取った、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いや素晴らしいの一言ですね。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。これは気迫の感じあるプレーですよね。バッターボックスは7番野間。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。まあ出塁させると厄介な足を持ってますから、ここは絶対抑えないといけませんよね。はい、そうですね。バッターよく見ました。ファウルになります。高めのボール、センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ。8回まで来ましたカープの攻撃。打順は8番相澤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。打ちました、高いバウンド。取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の松山。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは三振取れることが理想ですけど、とにかく塁には出したくないですね。なるほど。さあどう組み立てていくのか。ここは落としてきました。ボール先行です。キレがありますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。見逃して三振になります。打順は1番に帰ります。バッター秋山。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。次が3球目。打ちました、ライトに大きな打球。ライト下がっていく、下がっていく、スタンドには届きません。これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁。ここはうまく引っ張られました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあそして打席には菊池が入ります。さあ一打勝ち越しという場面。まあここで勝ち越されると致命的になる可能性もありますから、絶対に阻止しないといけませんね。なるほど、そうですね。内のボール打っていった、手を伸ばして取った、ナイスプレー。今が素晴らしい守備を見せてくれました。掴んでスリーアウト、勝ち越しは許しませんでした。キャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですが、いかがですか。この展開でプレッシャーかかっているようじゃダメですよね。そうですね、そのあたりさすがプロという感じですね。打ちました、福永、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには4番マクフォール。今日はまだ当たりがありません。松山、まずはセンターに抜けました。ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。さあここでカープダイソーを送ります。ファーストランナーはうぐさ。強打でランナーが帰れば勝ち越しです。バッターボックスには5番デイビー。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあ外のボール球打っていった。落ちた。ヒットになる。センター前ヒット。デイビーヒットが出ます。厳しいコースだったんですがうまく打ち返されてしまいました。まあコースも悪くないんですけどうまく打たれたって感じでしょうね。さあここでカープ代走を送ります。三好がファーストランナーに入り、さあドラゴンズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。この場面の1点は大きいですからね。丁寧に攻めてほしいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の松山どういったピッチングを見せるのか。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー二塁一塁は変わりません。さあそしてバッターボックスには野間が入っています。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあここは勝負どころでしょうね。ここもしっかりストレート打った。ボテボテのピッチャーゴロ取った。一塁送球。ボールが落ちている落ちている。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。カープ勝ち越し2対1になりました。ドラゴンズなおも三塁二塁のピンチ。先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。この場面守備にまずいプレーが出てしまいました。この最終回この土壇場でリードを奪われます。ここで離されたくないですからね。まあそしてこの場面相手が勝負中。初球打ち。このフライはどうだ。落ちるか。